セークレッドグランドのシンボです。チャンネル登録者数がですね、4000人を大きく超えて、非常にありがたいという、感謝の、動画とともにですね、撮影環境だいぶ変わっておりますが、これはね、自宅なんですね。で、今まで、工場でいろいろと撮影したり編集したりっていうことがありましたが、ちょっとパソコンの問題とか動画編集ソフトの問題があって、自宅の方が扱いやすいというか作業しやすいということもあって、自宅で撮って自宅であげる、または会社で撮って自宅で編集するという、そういう、まあ、今までとは違う形に なります。まあ、そうは言ってもですね、やっぱり工場で撮った方がいろいろと皆さんにご覧いただけるし、車両も見ていただけるということもあるので、いろいろなこう話だけの場合とか、車両を元にとか、お客様と一緒にっていう場合は、やっぱり今まで通り工場で撮るような形にするつもりです。この2ヶ月間はですね、非常に忙しいというか、時間が取りづらくて、動画をほぼ上げていないのに等しいぐらいだったんですけれど、今後は定期的に週1で上げられるように、まあ遅くとも2週間に1遍は上げるっていうことで、実はチャンネル登録者数はですね、まあ、それほど重要ではないんですけれど、1万人は最低限行きたいなっていうのがありまして、まあ、数年かかってもいいから徐々に積み上げていこうというようなことを考えています。で、うちはネタみたいなところあるんですけれど、私が写真の先生と崇めているというかですね、指示をしている伴貞義さんという方がいらっしゃって、その方がチャンネル登録者数が5000人ぐらいになってくると結構いろいろ変わるんですよっていうふうに教えてくれたんですが、で実際ですね、4000人超えるとこう急に全然関係ないんですけど、なんか電子タバコの広告を動画で出してみませんかとか、いろんなのがあったりして、まあチャンネル登録者数が増えるといろんなことが起こるんだなというふうにも本当実感していますが、1月に実はそのプロモーションとして動画を作ってほしいというか、提供する、品物を提供するから SNS に上げてほしいってことがあって、4ヶ月ぐらい試していて、そろそろテストが終わったので動画にまとめようと思っている内容がありまして、それはですね、監視カメラなんですね。で、 Wi-Fi 環境から監視カメラのデータを拾って、どこにいても携帯電話で確認できるっていう、そういう機材がありますので、近々そういう動画も上げてみようというふうに考えております。そんなわけで4000人も超えてくると、まあ非常にありがたくて、今後も頑張っていこうという、そういう原動力になりましたので、皆様これからも細々と続けていきますので、ぜひご覧いただければ幸いです。やっぱりまあ会社の宣伝用ということもあって、ローダウンを取り上げることは多いですけれど、またですね、定期的にちょっとこう込み入った、今作業しているのはフェラーリ系のですね、マグネライドっていう磁性流体を使ったダンパーがあるんですけれど、そういうものについてどういう構造してたのかとか、磁性流体って実際どんな感じだったのかとか、まあ、簡単な実験も踏まえて皆さんにご覧いただいていこうとか、そういうことも考えてますので、何かあればまた楽しみにですね、変なことやってるなっていうような形でご覧いただければ嬉しく思います。そういうわけで今回の動画は以上です。ご覧いただきありがとうございました。またご覧ください。さようなら。